はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校国語品詞の分類丸三をお送りします。で、前回そして前々回でね、自立語付属語そして活用のあるなしが終わりましたので、ここでね、すごく有名なこう表ですね、表というかこの図鑑、これまあ教科書とかみんなが使ってるワークなんかに必ず載ってると思います。ただ、普通は国語なんで縦書きが正解なんですけど、ホワイトボードのちょっと関係でね、横書きになってます。ちょっと違和感あったら申し訳ないんですけど、で、まあ、この表の、それぞれが何しかっていう。それが全部で10個あります。ここも含めてね。10個あるので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ここすごく大事なとこなので、ちょっとね、不安だなっていうのがあれば、今からね、説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、一番上のとこからやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回前々回自立語付属語やりました。活用も含めてね。で、自立語と付属語っていうのはもともと単語です。いい、文節じゃなくて単語だからね。で、そのスタートから始まって、まず自立語からいきます。で、自立語の中でも活用のないある、それがあると。で、それを前回やりました。だからもし活用ってなんだっけって思う子は1個前の動画を見てみてください。確認になると思うんで。で、自立語と付属語ってなんだっけと思う子は2個前の動画を見てみてください。いいかな？動画の下のとこからね、前回前々回飛べますのでお願いします。で、まず自立語の中でも活用がないやつです。語形が変わらないやつ、言葉の形がね。で、その中でも主語になれるものとなれないものに分けます。で、まずなれるもので、主語になれるものを体言と言います。体言で、それを何しっていうか。で、これね、まあ、英語とかでもよく使うので、まあ、聞き覚えあるかね。名詞って言います。いい、名詞ね。で、名前の言葉って書くので、基本的にも物の名前です。名詞と言われた。で、それが主語になれるもの。で、次に主語になれない方いきます。いい、主語になれない。で、ここがめんどくさくって、4つに分かれるんだよ、その中から。で、まずちょっと全部書いちゃうので、確認しちゃってください。で、その中でも、まず、連体就職語になれるものを、これ、連体って言ってるんで、そのまま使います。連体詞です。いいね。で、次、連用就職語になるもの。よし、連用詞って感じがするんですけど、これが違うと。ここがね、ちょっと引っかかるよね。これ、副詞って言います。ちょっと詞が切れたな。ちょっと待ってね。副詞ね。で、次、接続語になるもの。で、これはね、そのままいける。接続詞。接続詞と。で、最後が独立語です。よし、独立詞って感じがするんですけど、ここも変わると、言葉が。で、独立語は、ちょっと全然違う言葉が入ってくる。感動詞って言います。ちょっとごめん、離れちゃったね、最後ね。感動詞です。いいかな？で、この4つの中でもやっぱり気をつけなきゃいけないのが上2つです。連体就職語、連用就職語ね。で、これは就職語の時の動画でも説明しましたけど、ここだけ復習しましょう。で、接続語と独立語に関してはもう接続語はそのまま接続詞、独立語がそのまま感動詞になるので、まあ、そこね、また見てもらえたらと思うんですが、で、まず就職語だよね、これ2つとも。つまり何かの言葉を詳しく説明する、それが就職語で、例えばちょっとね、例えのあれか、ここに書くか。小さな虫っていう言葉があります。で、これまず虫っていうものがあるでしょ。いや、虫だけでも分かるんだけど、それを小さな虫ってことで、小さいってことが分かるじゃん。つまり虫って言葉を詳しく説明してるんです。小さなが、だからこれ就職語、小さなはね。で、就職語の中でもそれが連体連用どっちなんだっていうのが大事なので、今回就職されている言葉は虫です。で、虫は物の名前なので名詞になります。つまり体言です。体言を就職してるんで、こいつは連体就職語になる。小さなはね、連体就職語だから、小さなは連体詞になるの。いいかい？で、もう一個いくよ。もう一個はですね、少し考える。少し考えるって言葉があります。で、これも考えるだけでも意味がわかるんだけど、
少し考えるってことで、考えるっていう言葉を少しが説明してくれてるの。ただの考えるじゃなくて、ちょっと考えるみたいな感じでね。少しって。だから、この少しっていう言葉は修飾語です。詳しく説明してくれてるから。でも、今回、考えるっていう言葉は主語じゃない、名詞ではないです。いい、形変わるからね。これ、用言なんです。用言と言います、これを。で、その考える、用言後で出てくるけどね。用言なので、用言を修飾してるから、この少しは連用修飾語になる。つまり、副詞なんです。少しはね。だから、同じ修飾語の中でも、連対詞、副詞と分かれるので、そこでちょっとね、押さえておいてください。また後で動画でちゃんと詳しくやるけどね。で、これがまず自立語の中でも活用がないグループです。この5個。で、次、活用あるグループいきます。つまり、語形が変わるやつ。言葉の顔ね、形が変わるやつです。で、自立語の、その活用があるやつっていうのは、述語になれるって言います。述語になれるんです。で、述語になれるものを、用言、さっきやったやつね、用言と言います。で、用言の中でも3つに分かれると。で、これ先にちょっと書いちゃいますね、またね。で、うだんで終わるもの。一回、うだんで終わるもの。これを、動詞って言います。まあ、これも英語とかでよく使うね、動詞。で、いで終わるもの。これを形容詞って言います。で、だとですで終わるものを、これ上2つのね、言葉がくっついてる感じがしますけど、形容動詞って言います。いいね。で、気をつけなきゃいけないのが、まずこれ、うだんです。で、うだんって何かっていうと、これ、あいうえおの、うのところの段のことの言うのね。で、どういうことかっていうと、もちろんうも含まれる。で、かきくけこもくのことを言います。あいうえおのうって三つ目でしょ。かきくけこのくって三つ目でしょ。さしすせそのす、たちつてとのつです。そこがうだんって言います。で、そこで終わる言葉のことを動詞っていうの。この中でもね、活用があって述語になれるものの中でうだんで終わるもの。いいかい？例えば、するとか、ね、あとは、買うとか、まあ、動きを表す言葉だよね、基本的に。買うとか、立つとかもそう。いっぱいあるね、これはね。これが動詞です。うだんで終わるもの。で、次が、いで終わるものです。で、これ間違っちゃいけないのが、いだんじゃなくて、いね、これは。固定だよ、いがね。例えば、きれいとか。これがいで終わってるでしょ、きれいって。それを形容詞って言います。大丈夫？で、次が、だとですで終わるもの。で、これ例えば、今、きれいだと形容詞なんだよ。でもこれが、きれいだ、きれいですになると、これは形容動詞になります。だとですで終わってるからね。で、そういう風に分けてください。でも今の段階、まだこれも詳しくやるので、動詞も形容詞も形容動詞もね、やるんですけど、まず、その活用が、自立語って噛んだ。自立語の中で活用がある。そして、それが述語になれて、用言というと。で、その中でも、うだんで終わるのが動詞、いで終わるのが形容詞で、だですで終わるのが形容動詞と覚えておいてください。で、付属語はね、すごいシンプルです。自立語じゃなくてこっち行くよ。付属語。ね。その中でも、活用なし、ありがあります。で、活用のないもの、まず。いい？活用のないものが、助けるって漢字一文字で、助詞って言います。助詞。で、活用がある方。これは、その助ける助に動詞をつけて助動詞って言います。で、これ言葉覚えておいてください。で、助動詞、つまり付属語の活用ありね。に関しては、前回の動画の時にもちょっとね、やりましたけど、れるられる、俺が超書き間違ったやつ。れるられる、せるさせる、泣いたいますに相談ようだ。もっとありますけどね。その辺が入ってきますので、まあそれもね、セットで覚えておいてください。では、今回は中学校国語品詞の分類3をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回からこれを覚えてもらった前提になるので、まず名詞から詳しくやっていきます。ちょっと順番ずれますけどね。で、まず名詞からね、取り上げてやっていきますんで、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。